今回の動画では歴代必殺技トップ10を紹介していきます。10位、錦織圭のエアーK。片足で鋭く地面を蹴り高い打点から放つフォアハンドのことです。日本では一大ブームを引き起こし、テニスをやっている人なら一度は真似したことがあるはずです。チャンスボールではよくやっていました。最近は余裕のある時しかやらなくなりましたが、エキシビジョンなどではよく披露してくれます。9位、ジョン・マッケンローのスーパードロップボレー。ラケットに当たればどこにでも落とせるのではないかと思うほど、繊細なタッチでボレーを放ちます。相手を見てコースを狙うことが多く、逆をつくことや相手から一番遠いところにボールを落とします。フォームも独特であり相手にコースを読ませないショットです。8位、イボ・カルロビッチのビッグバンサーブ。211cm の長身から打ち下ろしてくるサーブです。ほぼエースを取れます。ハードコートではバウンドがものすごく高く弾み、相手は返すことが難しくなります。カルロビッチはこのサーブのおかげで、タイブレイクに行く確率ナンバーワンに輝いています。7位、ロジャー・フェデラーのセイバー。相手のサーブをハーフバウンドで、リターンするショット、スニークアタックバイロジャーの略で、フェデラーの奇襲攻撃という意味です。これはペールとの練習で早く試合を終わらせるために試したことが始まりです。相手はサーブの直後ですぐフェデラーの動きに気づかず、ミスを誘い出し最後にボレーで仕留めます。6位、ピート・サンプラスのダンクスマッシュ。ダンクスマッシュは前に勢いをつけて飛び打つスマッシュです。サンプラスはサーブで崩して、相手のギリギリ返したリターンに対してよくやってました。打点が高く真下に打ちつけるのでボールが観客席に飛んでいくほどの威力です。5位、ダスティン・ブラウンのダイビングボレー。遠いボールに飛びつき返球するショット。ブラウンはよくダイビングボレーをしていてアクロバットが好きな選手です。見ていると地面に体を打ちそうで、怖い部分がありますが、ダイビングボレーが一番得意ではないかと思われます。もともとボレーが得意な選手です。飛びつきながらも相手を見て、オープンコートにうまく返球しています。相手は予想外のところに返ってくるのでボールに届きません。4位、ガエル・モンフィスのアクロバティックショット。身体能力の高さを生かし難しい体勢から打つショットや、飛びながら打つショットの総称です。相手がロブを使って返球したときは高く飛び上がり打ち込みます。時には走りながら股抜きショット、時にはノールックボレーを決めてきます。相手は何をしてくるかわからないため一瞬あっけに取られてしまいます。相手の意表をつきポイントと観客の声援を奪っていきます。モンフィスは見る人を楽しませてくれますね。3位、デニス・シャポバロフの片手ジャックナイフ。片足で飛び高い打点で打つバックハンドのことです。ジャックナイフは両手バックハンドの人がよく打ちますが、シャポバロフは片手でも高い打点をうまく返すのによく使います。このショットでエースを取れるのは強い体幹があってこそです。2位、フェルナンド・ゴンザレスの殺人フォアハンド。人を殺せるのではないかと思うほど速いフォアハンドストローク。やや大きめなテイクバックから、打ち込むショットは破壊力抜群です。威力だけを競うならトップに入る強さでしょう。通常のストロークは時速100キロ程度あり、打ち込みは時速150キロぐらいです。そしてゴンザレスはなんと時速180キロを記録しています。甘いボールを返球してしまい打ち込まれたら一瞬で、横を過ぎ去っていくでしょう。1位、ロジャー・フェデラーのキックサーブ。ボールが右側に高く弾むサーブのことです。フェデラーと他の選手の違いは、制球力がものすごく高くラインギリギリを狙うことができることです。フェデラーがよく好んで使うのは、アドサイドからワイドに跳ねるキックサーブです。また同じフォームからどこに来るかわからないので、相手は困惑します。いかがだったでしょうか。今は面白い選手がたくさんいてテニスが飽きませんね。
これからもスーパーショットを持った若い選手が出てくるのを楽しみにしましょう。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレイスタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。